滝沢氏率いる飛べ公式 YouTube 生配信で、岸優太の飛べ入り発表。人気結成グループナンバー I に悪質ファンの違法行為。10月15日、滝沢秀明氏41が率いる飛べ公式 YouTube の生配信で、旧ジャニーズ事務所を9月末で退場した岸優太28の飛べ入りが発表された。 同時にトベへと先に合流していた平野潮26と神宮寺雄太25と共に3人で新グループ、ヌームバー・アイ・ナンバー・アイを結成することも明かされた。生配信動画は累計500万回再生を突破するなど3人の人気の高さが改めて証明されることに。ヌームバー・アイは早くもファンクラブを設立。今後はコンサートを行う予定です。 スポーツ上記者。騎士は、ジャニーズ退場後に X、ツイッターを始めたが、すでにそのフォロワー数は77番人長。10月27日17時現在。平野、神宮がやっているインスタグラムのフォロワー数を合計すれば、690番人長というすごい数字に、とてつもない人気を見せつけているのだが、その注目の高さゆえ、早速トラブルも発生しているという。 ヌームバー、アイ、のロこがライズへのジェシー、43、が結成した人気ロックバンドザ・ボナズへのロゴに激児だったため、盗撮疑惑が浮上したんです。10月19日に配信された、スモートフラッシュ、公文社、の取材に対してザ・ボナズ側は、双方で話し合っていきますと回答していることから、ロゴの激児騒動を問題視はしているようです。ウェブメディア編集者。 四角フリマアプリでは、ヌームバーアイ、ロゴ入り巾着が、ロゴ盗作疑惑が収束しない中、今度は違う盗作疑惑騒動画。ヌームバーアイが所属するトベは公式サイトでは、トベ及びアーティスト個人が発信する画像や動画をファンの皆様個人の SNS、インスタグラム、X、旧ツイッター、 TikTok など YouTube と動画配信サイトに投稿いただくことに関して、とべは著作権侵害を主張いたしません。と発表しています。しかしそれをどんな風に使用しても OK。 と勘違いしている悪徳ファンが一部にいるようで、ヌームバー・アイのロゴやメンバーの写真を使用したグッズを制作し、フリマアプリなどで勝手に販売して問題になっているんですよ。前でのウェブメディア編集者。確認すると、ヌームバー・アイのロゴをプリントした巾着のほか、雑誌に掲載された平野の写真と平野が雑誌で着用したルイ・ヴィトンのロゴを組み合わせたクリアファイルなど、 肖像権や著作権侵害で訴えられてもおかしくない商品が出陣されている。戸辺の公式サイトでも NG 行為に商業的営利目的で利用することと記載されています。また雑誌に掲載された写真であれば、出版社やカメラマン、ルイ・ヴィトンであれば、ブランドの著作権を侵害しているため、告発されてもおかしくない方向動。 ブームバー、アイのロゴを使って一部ファンが勝手に作った商品が売り物になるくらいですから、平野さん、岸さん、神宮寺さんのものすごい人気の高さが浮き彫りになった形ではありますが、やはり悪徳ファンによる大暴走ですよね。公式グッズを発売して一儲けをも論んでいた滝沢さんからしても大さんといったところなのでは、と、前でのスポーツ上記者。 近くボナズへのロゴも盗作だ。と、大騒ぎ。一部ファンは大暴走。他にも、一部ニュームバー・アイファンの暴走が目立つという。ロゴ盗作疑惑が出た直後はザ・ボナズへのファンも偶然にちゃうぐらい、バンドのロゴがかっこいいんだねと、好意的な対応が目立ちました。しかし、ニュームバー・アイ一部ファンがこれがパクリなら、ザ・ボナズへのロゴも盗作だ。とイチャモンをつけ出した。 これに起こり出すザボナズファンも出ている状況です。ヌームバー・アイのイメージを悪くさせる行動が目立つため、アンチがファンのふりをしていて放送しているのではと指摘するファンの声も出る始末ですね。前でのウェブメディア編集者。グループとしての具体的な活動が発表される前から何かと世間を騒がせるヌームバー・アイ。 しかし、本当のファンなら3人の足を引っ張る行動は控えるべきだろう。